任期満了に伴う横浜市長選挙は25日に投開票が行われ、現職の林文子氏が再選しました。切れ目のない子育て支援ということをね、しっかり対策を取ってまいります。再選した林文子氏は自民民主公明から推薦を受け、投票数の8割以上を得ました。待機児童ゼロを達成した実績があり、今後は地域経済の活性化に力を入れたいとしています。投票率はおよそ 29% で、戦後統計を取り始めてから過去最低を記録しました。